系と、あとショールームね、そうやろうと思ったので、そうどっちも兼ねて今やってます。そうショールームやろうっていうのと、休憩もしないとっていうことも兼ねてやってます。そう、いやでも本当朝からいろんな方に会いました。あゆの、あゆの〇〇、あゆのなんだろう、パラダイス、ハピネスとかときめきとか、そういう方とも会えたりしたので、もういい朝です今日も。はい、そう今日は午前中に結構出没する、うん、そうだね、午前中出没予定多め、ドボン。そうなので、ぜひ皆さんも午前中やってみてください。よろしくお願いします。これさ、なんてテロップ TikTok じゃなくて、ドボン、セナちゃんのカードでやってねにしとこう。もうなんか作戦、ドボンやってないのにね、今全くもって、今はやってないけど、やってね。一緒、あれここセナちゃんのルームかってなるよね。全くもってアユのルームですが、あ、そう今日ツイッター投稿しました。もうそう、チョアユチョ、ユカルンさんとマッチャとアユの3人でチョアユチョっていうんですけど、そう投稿したので見てください。じゃんじゃん、コメントを見よう。朝ごはん食べたで、食べた食べたよ、食べました。今日久しぶりにパーカー着た、見てフード、見てっていうかパーカーだからフードついてるんだけど、そう最近パーカー着てなくて、暖かかったじゃないですか最近、だからなんだろうな、トレーナーかロンティーとかの方が多くて、そう昨日ね半袖デビューしたけど、またちょっとまあ今日寒そうだったからパーカーに戻したんだけど、そう昨日半袖デビューした、そうしてたもん。今日はでも寒そうだから、なんか風強そうで、いやすっごい風強いじゃん多分。多分だからパーカーにした、寒そうだったから、なんかね寒そうだよね。なんか今日さ上着なきゃなんかいられなさそうな、なんか見た目してるけど、そんなでもなさそうだよね、意外と風が強そうなんだっけな気がする。それで生きてく愛は今日は一日、寒そうだけど寒くないんじゃないかみたいな、そう錯覚みたいな感じで生きていきます。今日はかしわ餅食べなきゃだね、だってもう食べた。早いっていうね、朝食べました、そう食べた。あ、いやあんこ苦手なの、でもかしわ餅は大丈夫。あのね、おはぎのあんこ苦手、たい焼きのあんこも苦手なの、おはぎとたい焼きのあんこが苦手だけど、あんまんとか大福とかのあんこはいける。そう不思議でしょ。あと何があるかな、あんこってあと何がある、分かんないや。分かんないや。そう不思議なんですよ。そうなんだろうね、あとあれも平気、
白あん、都まんじゅうとかが白あんじゃないですか。あれもいけるの。あとどら焼き平気、普通のあんこ系で言うとどら焼きは食べれるの。あとモナカがギリいける、いけるの。そう、なぜかでもたい焼きとおはぎのあんこはダメ。そう、あとあんこ、あんこってあとなんかある？ちょっとわかんないやちょっとよく、あと何があるかわかんない。そう、不思議なタイプの、もない、なんか絶対あると思う。何かしら駄菓子食べたくなってきた。駄菓子って美味しいよね、不意に食べると。不意に食べる駄菓子って美味しいよね。駄菓子じゃない和菓子和菓子ね、不意に食べる和菓子美味しいよね。でも基本的には洋菓子の方が好きかな。うーん、洋の方が好き。スイーツとかなんて言うんだろうな、そういうのは。ご飯は別にどっちも好きだな、洋も和も。中華はそこまでかな、別に食べれるけどね。けど、うーん、基本的に洋か和だね。そう、不思議なタイプでしょ。あとエビとかが一番わかりやすいかも。エビはああいう蒸してあるエビが、そんななんて言うんですかね、エビはエビ自体好きなんですけど、お寿司とかにさ蒸しエビあるじゃないですか。蒸しエビっていうか、なんて言うんだろう、エビ、普通のエビ、蒸してあるエビとさ生のエビがあるじゃない。あゆ蒸してる方苦手なの、お寿司の。そう、グラタンとかのエビは全然食べれるんだけど、別にお寿司のエビも食べれないことはないんだけど、そうなの。そう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 、不思議じゃない。ね、不思議だよね。あ、ミニトマト平気なの、普通のトマトダメだった。おお、あれかな、中のゼリー状みたいなのが多いか少ないかみたいな。あ、分かる気がする。だってエビ分かる。よかった。そう、生の方選ぶ場合は絶対エビ食べるときは生エビとかを食べる。でもなんかエビはグラタンが一番好きエビはグラタンが一番好きっていう。そう、不思議なのよ。あと何かあるかな。あと何かあるかな。うん、あとはないか。うん、わかんない。あとは絶対でもあると思う、あると思うんだけど、わかんないや。そう、グラタン小さい時から好き。ああいう、そう、グラタン、そう、そんな感じそんな感じ食べ物の話、朝ごはんのお話からこんな広がった。あ、違う、柏餅だ、柏餅からだ、広まった。いいねいいねってい、いと思いますかに子供好きかもね、グラタンって。でもグラタンにも食べれないグラタンがあった。そう、好きなグラタンと苦手なグラタンがあった。多分グラタンの味なのかな、多分グラタンの味で、あ、これ苦手みたいな、これ好きみたいなあった。なんかそう、お弁当にね、そう、ママが入れてくれてて、小さい幼稚園の頃にグラタン、あ、そう、本当にもう多分生まれた初期ぐらいからグラタン好きで、そう入れてくれてて、
幼稚園の頃に入れてくれたんだけど苦手で、多分一口食べて苦手で残、うん、そうお家にも残したまま持って帰ってきちゃってっていうエピソードがある。そうグラタンね、そう今でもでもこのグラタンの味は好きとかあるけど、今は別にね、なんだろう、それが一人とかだったら食べるけど、もちろんパパいたらあげると思うんだけど、そう一人だったら全然食べるぐらいには、そうちゃんとなんて言うんですかね、うん、ちゃんと苦手でもすごいある程度の苦手なら食べれるようになった、食べるようになった、そうある程度なら、そうなんかさ、グラタンってでも味本当あれじゃない、グラタンいっぱい食べる、いろんな店舗を食べたことある方、なんかさやっぱお店ごとによって味が違うから、このグラタン好みの味とか、これちょっとあれかもみたいなのあるよね、ある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 、それは全然ある。あいよ、やっぱさどの食べ物もさお店によって味が違うじゃないですか、やっぱりだから、そう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 あるよね、やっぱ作る時のあれ、自分でもさ、なんか卵焼き甘くする派の方ならわかると思うんだけど、砂糖の入れ具合とかでさまた変わってくるじゃないですか味が、そうそんな感じだよね絶対、そう絶対ね、そう絶対、ああ皆さんギフトありがとうございます、ありがとう、え、うん、確かに隠し味なんだろうね、もともとのあれが違うのかもね、なんか入ってるホワイトソースの入ってる分なんだろう、割合、牛乳とかなんだろう、なんかいろいろなものの割合が違うのかもしれない、多分分かんないけど分かんないけど結果分からない、いやーでもね、そんな感じの食べ物のお話です。いやでもね、ほんとすごい話変わりますが、ゴールデンウィークもねもうちょっとで終わりますが、皆さんゴールデンウィーク何してました？ゆったりかな、でも基本的にゆったりしてましたかね、ね、絶対みんなのんびりゆったり過ごしてたはずはずって、そう のんびりゆったりと、ね、でもまだもうちょいあるからね、みんなゆったりしてね。でもね、さっきね、今日しかゴールデンウィークないって言ってる方いて、そうわおって思った、コメント見ながら、言葉には出してなかったけど思ってましたよ、ちゃんと見てます。あー留守番してて料理とか掃除してたって偉い、みんなのんびりしてくださいゴールデンウィークね、あともうちょっとだから、あでもちょうど折り返しぐらいかな、だよね多分折り返しぐらいだと思うので、のんびりしてください、あとの日程も、あでも結構ほぼほぼドボンしてますあでもゴールデンウィークほぼほぼドボン、多分一日のうちのどのくらいやってるかな、わかんないけど結構やってる、そう時々オートであったりとかもあるんですが、そうだね結構やってます、そう
うん、401日おめでとうって。あ、本当に出てる。本当だ。ありがとうございます。今日からもう、昨日ね400日で、今日から401日なんで、500日に次向けてあと99日。はい、ちょっとね、まずはね行きたいと思います、500日に。はい、さあ、そうですね、明日もやるのでよかったら見てください、よろしくお願いします。ではでは、じゃあランキング発表をしておしまいにしたいと思います。13位スターフラッシュさん、ありがとうございます。12位ヒロさん、ありがとうございます。11位カンさん、ありがとうございます。10位シロウサギさん、ありがとうございます。9位プニーさん、ありがとうございます。8位ギャローさん、ありがとうございます。7位ショータさん、ありがとうございます。6位アヤポンさん、ありがとうございます。5位恋を止めないでさん、ありがとうございます。4位マユさん、ありがとうございます。3位響ちゃん、ありがとうございます。2位翼欲しいさん、ありがとうございます。1位綾乃さん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんだったり、ギフトやコメントや星などもありがとうございました。また明日ね、ドボンもこの後もやるので、お会いしたらよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。またねー。